スターホースポケットプラス。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。クエストを達成しました。ところで、適正な馬体重です。何か用ですか？馬体が増えればってなってますね。これは何に出るんだ？天皇賞秋だ。これでいいですか？これでいいですか？海馬忘れてた。ちゃんと言ってくれるのは丁寧だよな。人参、調子を取り戻さないといけない。いい感じですね。504キロのはず、ベスト馬体重。ミチュアルと瞬発力が最後まで明かされなかったよな。ご存知ですか？最後までカード明かされなかったのはどうかな。元気ですね。適正な馬体重です。さあ、しっかり調教してきます。今週はレースがあります。気がつけばレース。何か用ですか？絶好調。秋の天皇賞に挑みます。2番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。そうですか、2番人気ですか。1番人気はライスシャワー。 2000m って距離ちょっと短い気がするけどな、ステイヤーのライスシャワーにとっては。イクノ姉さんも出てますね。おツインターボちゃんも出てるじゃん。完全に上薄いの世界毒されてるな。ツインターボは3番人気ですね。ツインターボと張り合いそうだな。さあ、天皇賞秋です。ちゃんとライスシャワーとツインターボはイクノディクタスを乗せておきましょう。伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。
天皇賞秋、さあ準備が整いました。天皇賞秋 2000m 9番カミノクレッセがちょっと立ち遅れ、さあ何が行くのか、藤山健山が上がってまいりました。5番ツインターボ、それから足毛の馬体ホワイトストーン、肩のエースがかわしていきました。ライスシャワー12頭、第2コーナー左にカーブを取ります。12番イクロディクタス、外から行こうというところ、その後ろ3馬身くらいあって9番カミノクレッセ、ヤマニンゼファー、そしてその外に8番ダリタチから石庭竜王が、その後ろ2番ウィッシュドリーム、ちょっと離れて10番ムービースターでやります。もう一度整理しましょうか。先頭は5番ツインターボ、今日は機嫌よく完全に先頭を走っている。その後ろ10馬身くらいあって肩のエース、そして3番手に7番藤山健山、もう1頭6番ホワイトストーン、この辺りちょっと離れているイクノディクタス、1番人気の1番ライスシャワー、的場騎手どの辺りで動くんでしょうか。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。肩のエース大歓声も後押ししているぞ。一番内ツインターボが頑張っている。これは2番手なら中赤下が止まらない。そうそうバテてくる頃だと思うが、その前にヤマニンゼファーが一気に加えた。3番手に肩のエースヤマニンゼファー、一気にかわした先頭に立ったツインターボ。そしてナイタチカワだ。ナイタチカワなんだ。強いヤマニンゼファー。じゃあ今2着はキープしました。3番ヤマニンゼファーだ。次は引退レースになりますね。惜しかったです。1着いい粘り足でした。2着4番3着ちょっとヤマニンゼファーの勢いがすごすぎましたね。レースを終えた馬が戻ってきました。練習率かな。ホワイトデーか。まずまずでしょうか。放牧させないといけません。では放牧はするまで、体重が戻るまで放牧させていきたいと思います。はい、戻ってきました。素晴らしいです。出発力 S まで上がりました。こう見るといいパラメーターではあるんですけどね。いい感じですね。本は好きですが、読むよりも店で探してることの方が多いです。川崎記念に出走です。今週はレースがあります。まだあることを確認して、気合十分ですね。プラス2キロか。じゃあこれは使えない。いい感じですね。何か用ですか。あと何周だ。3周ですね。無理やり粘頭させればもう一層走らせることも可能ですが、馬が消耗してしまうのでないですね。2番人気、1番人気はバンブーゲネシス。
これがランブーゲネシスです。 4.2 倍、20丸は1個ですね。ここ最近ずっと連帯してます。なので期待はできるでしょう。川崎記念行きましょう。さあこれが引退レースと本当になるのか。国内で開催される1年で最初の交流 G1 川崎記念のスタートです。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か。先手を取ってアレアズナ、その外スーッと走る小野木が上がっていきました。カトロエース G1 発制覇なるかどうか。その後ろ5馬身くらいあってプロストライン、外を通ってハナセール、それからもう一頭ドラールオーカン、サクラハイスピード、バカプサホマレ、そしてその後ろから5番ビッグロンサー、この辺りちょっと離れている7番バンブーゲネシス、ティアズアトム、その外12番モガミキュッパ。流れるようにレースが展開されています。10番走る小野木がレースを引っ張るようになりました。そのうちからは2番カパロエース、それから離されまして3番アレアズバ、内から1頭プロストライン、外を通りましてアナセール、それからドラールオーカン、そして外からはサクラハイスピード、それからバカプサホマレ、ビッグロンサー、ちょっと離されまして7番バンブーゲネシス、その外からは6番ティアズアトム。国内最大のドリームビジョン12頭が差し掛かろうとしております。それからもう1頭モガミキッパ、先頭を行く走る将軍、4分の3馬身リード、内を通りまして2番カパロエース、ちょっと離れて3番アレアズマであります。 そのうちに1番プロストライン。さあ川崎競馬場のスタンドから大歓声が上がります。カパロエース大歓声も後押ししていると、ただもうハラセールとかバンブーゲネシスに加えている。これは苦しい。ハラセールが2番手、バンブーゲネシス1着、1番人気に見事応えました。3着ですね。レーター外してしまいました。いまいちでしたか。1着、うん、交換距離とかあるんですね、このゲーム。3着、2番。以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。多数列車はレースは東京新聞杯までか。マフィステックスとかありますけど。いい仕上がりです。しんどいですね。いい感じですね。ご存知ですか。最後の週ですね。6キロはちょっと今つらい。激戦な馬体重です。いい感じですね。最後ですね。何か用ですか。今度こそ本当の最後のレース、東京新聞杯です。一番人気です。これは 1.7 倍、一番人気。ただいまよりグリグリです。東京受付を開始します。 G3 クラスなら勝ち負けってとこでしょうかね。2番人気はケントニオ。3番人気石庭竜王となっております。同時は無敵もいますね。ダイナミックバード、
ジズリー東京新聞杯です。一瞬静まり返る場内、さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。インターマイウェイが上がってまいりました。フジワンマンクロス、外から行こうというところ、肩のエースがかわしていきました。そしてその後ろから12番ケンユーマン、日高隼人、そして6番手に堂島無敵、ステージヒーローがその後ろ、そして内からは尾行アルファ、それからもう1頭ケントニーを差が開いて、石庭竜王、9番大隅社員、一番後ろにダイナミックバード、流れるようにレースが進んでおります。カタロエース、この馬の勇姿を見ることができるのもあとわずかです。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。嬉しい感じ、先頭で4コーナーを回ってきた。3番手にケンユーマン、11番カタロエースがまだ粘っている。ケンユーマン、ステージヒーローが上がってきた。カタロエースが抜け出した。ケンユーマンが2番手、先頭意地を見せるか。カタロエース外から懸命にケンユーマンの方が来ている。2番手にケンユーマン、先頭ケンユーマン、先頭さあ頑張れるか、外インターマイウェイが来ている。インターマイウェイも来た。3番手にインターマイウェイ、石庭竜王が懸命に行って3着だ。なんとケンユーマンですね。いまいちでしたか。距離ってあるんだ。前でも走ったことがない。2着5番距離未経験レーサーの前割引かれるっていうレースを終えた馬がことでいいと思います。引退です。15戦7勝でした。まあうち3戦はあの新馬戦ですからね、実質12戦4勝です。最初はすごく苦労しました。殿堂入りは果たすことができましたが。何か用ですか。ということで最終的な戦績です。天皇賞秋2着が最高ではないでしょうかね。その他3着引退の東京新聞杯も3着ということで、G2 も勝ってないか、 G3 ですね、最高実績は。を出しております。この状態から次の世代を何か用ですか作っていきたいと思いますので、農園で収穫できます。引き続き応援よろしくお願いします。秋馬主、はあ、ポイントは1560持ってるんだな。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます。私は喜多方くるみ、よろしくね。すごいな、ゴスロリの服装です。ということで、衣装をチェンジしますね。知ってるかしら。あんまり彼女使ったことないですが、彼女とともにですね、やっていきたいと思いますので、続き応援よろしくお願いします。そして、チャンネル登録高評価お願いいたします。
ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。またこれまでのスターホースポケットを記録プレイリストに載せております。動画を載せております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間あれば見ていただければ嬉しく思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。